本日は、はい、ウオちゃん塗装デビュー、はい、この私が試合をよって、はい、あんまり食べに来ていこうですです靴ようやっとんなこんな暑い上でですですでも皆さんそういう人もう来て何年8年10年おらん10年おらんかどうですか日大道場やっとってやっとってどうですかですよどういうとこがいいですか社長がいい社長がいいです言わされてるやん言わされてるやん絶対絶対言わされてる社長がやっぱ一番いい絶対言わせた管理とかどうなんですか現場管理ってやっぱそういうのないとやっぱ段取りって来るじゃないですか書類みたいなね、やっぱもう1日伸びたら赤でしょ予定より赤ですねもうね、1日伸びたら赤だもんねそいつそういう世界だと、その1日1時間が大切になってくるそうなるとやっぱ管理とかの腕の見せ所じゃないですか、ずっとこの8年とかおって、だからずっと切れずにあるんですか暇の時もあったでしょたまにあるんですけどねよっぽどない、よっぽどないですねよっぽどずっとついてまああれだよなスタメンライザーっていうのもあるだろうなちょっとじゃあ屋根のうんちくはどうなんですか屋根なんか塗り方のコツとかあるんですか誰でも無理ですね絶対無理じゃないですか誰でも無理ですわちょっと練習したら誰でも無理ですちょっと練習じゃん、まあ、だけどこれさりげなくだけどハケとローラーね一緒に持って、ローラーも細いのと太いので分けてる分けてこういうの見とって一般の人ってあんま分からんけど職人見とるでやっぱこうやってちゃんとね責任施工とか受け負いでね、現場一軒いくらだからさ、でそういう人たちなんだけど、まあ、俺も何百人ってあの1日いくらで一つも使っとるけどもうそういう人たちはこんなやり方し大きいローラーはローラーでやって一回で乾くのを待って、今度ハケはハケでやってみんなやってるよね、パラパラやってるよね、まあ、それが普通なんだろうけどね、今それじゃもう合わないような値段でやっとるからね、こうやって親方クラスが、一日命かけて削るぐらいの世界じゃないと、もう怖いもんね。本当ですね。もう最近なくなってる。すごいだな。すごい。だけど、何年やっとって、鈴木さんなんてクレームないよね。ノンクレームじゃん。聞いたことないでしょ。あんまりない。職人は中でどうなのかないよ。それでありがたいわ。ほんでね、うちってそうじゃん。もう十何年やっとるんで。最初の頃はね、結構あったんで。やっぱ変な職人も使って、大炎上して、ケツ拭いて、全部手直ししてとかね、だけど、いい職人さんがこうやって揃っとるもんね。昔の塗り替え道場と今の塗り替え道場、どう違うんですか？いいですか？悪いですか？あんまり変わらないんですよ。ちゃんたちが思ったわけですか？あんまり変わらん？考えたことないね。なんか私も。一応カメラ回ってるんです。カメラ回ってるんでなんかちょっと嘘も方便です。お願いします。さむちゃん一本動画にしたいな。ちょっと強いになってほしいんだよな。だけど悪口言いましょう。悪口が一番面白いじゃないですか。あれ社長がボロカス言われると僕は一番面白いと思う。俺が一番。俺ボロカス言ってくださいよ。YouTube 見とって、名前ないですか。あ、ミオ。ミオです。この子は言うやんね、はい、いろいろ、はい、それが面白いもんね社長また言われてるそんな言わないですよそれが面白いあれがもっと言ったらやつってもっと言ったらもっと言えないやつそれが悪いそれがあれなのなんか社長に対してのあれなのかな美容的には別に何とも思わずだからどうでもよくねって言っちゃうだけじゃんそれが面白いじゃんそれがそれなんか変に作っていっとるやつじゃないもんね、自然だから面白いでしょ、ちょっとあの鈴木さん美容にやり方教えたってよ塗装塗り方はいお疲れ様ですはいお疲れ様ですはいお疲れ様です本日は、はい、みおちゃん塗装デビューはいこの私がしちゃうよってしちゃうできんかお前バレガバッとつけて、はい、あんまり食べやぐらいあんまり食べにつけてこのぐらいにしてはい縦に塗るんですね縦でも横でもいいけど、はい、別にそれはまだうん、どっちでもいい緊張するんですけど、こんなの
確かに。そんな綺麗に塗れる自信ないんですけど。とにかくこぼすのだけは気をつけろよ、お前。こぼしたら人生終わりだぞ。どこにこぼすの？いやいや、それひっくり返してよ、お前。一等間落としたらもう、下まで落ちてっちゃう。もう全部パーだよ。もうそれこそ大赤字や、現場。分かった分かった。なんだその言い方。分かった分かっただろ。分かった1回だろ。静かにしてください。本当に集中してないで。左利きだし。あ、鈴木さんも左利き？いや、あ、右か。え、これ斜めにこうやって入ってていいんですかね。あ、何でもいいんじゃない？何でもいいです。やりやすいよ。これでも一生塗るそうですよね。ん？一瞬。濡れてない、濡れてない。なんでですか？はい、もう次くらい。ただ伸ばしておるだけみたいな。もうドバドバつけた方がいいってことです。いや、もう怖い。はい、いいです。すみません。やりづらそうだね。ここから入ればいいですか？こんにちから入るやんで。あ、そうですか。うん、もう OK。 OK、 それでこれも、これ、うん、もうあんまり材料ついてないよね。そうですね。うん、もうバタつけて。でもここら辺めっちゃ溜まってますよ。こういうのはいいんですか、こうして。後で直してくれる。これ直す。これ直して。そういうふうに。よいしょ。この缶1個でも重たいですよ。重たいってか、全然入ってないほどそう。筋肉痛になりそうだもん、今もう。まだ持つときないから、普段。ここでお前ちょっと最近コメント欄あの荒れとるらしい、アンチに叩かれとるらしいで、挽回しろよ。なんか喋るなって。お前喋るなって言われてるんだろ。カメラマンだから喋るんだ。お前カメラマンのくせに喋りすぎだって言われてるだろ。うるさいって。あ、そうですか。はい、感じ感じ。お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。旅行にしたりし、これでもいいけど、頭取ってくれるか、これでもいいけど、そこだけ詳しくなる。なるほどね。暑いですね、今日も。お前そういうことが多分炎上するんじゃないの。余計なこと言っちゃうもんね。しかも初めましてですね。でも恥ずかしい。もう一回塗るでいい。いいよ、少々は。ああ、少々はね。誰はちょっと、うん、誰は後に影響してきてる。うるさい人、そう、検査員。検査員、うちの検査員。うるさい人。はい、OK。ありがとうございました。じゃちょっと、あの足場の上行きましょうか。はい、なんか親子みたいだね。鈴木さんが、もうやめてみたいな。どうですか、鈴木さん。何です、点数つけられて、評価。評価ですか。うん、評価するほどやってる。どうか。じゃあアドバイスあるんですか。もっとこうした方がいいよって、あれ見とって、まあ、動画でじゃあ、いや、もう一回流れながらちょっと塗り始めたとこで時でそんなんすか。ああ、大体みんな悪くもなく良くもなく。そうそうそう。ああ、そんな悪く、あ、じゃあ女の子で、もう俺なんか見とってやってねえなこいつみたいな、ほしい思ったけど。いや、そう、あ、普通、まだやり、あ、一生懸命やったなって。やる気しか、やる気しかなかった。楽しいんだけど、右腕が死にそうだ。やる気しかなかった。どの口かに作業する。いつもの仕事よりやる気しかなかった。カメラ持って、俺ライディショルよりはいい。なんか一人こうやってやってた方が熱いけど、あ、黙々とやれるし。そう、あ、そうだな。ちょっとなんか楽しかったかな。そうだな、熱いって言わなかった。みんなも、みんな見たそうな顔して、やっぱ見てくる、うん、管理とか来ると、そうそう、みんなちょっとやらせてって言って、うん、面白そうに見えるよね。ああ、まあそうですよね、うん、毎日やってるとそうでもないけど、毎日やってると全然何でも面白い。暑いだけただやるだけだね。YouTube でこの子のファンやね。ああ、本当。社長に文句言ってくれるでしょう。何番ももっと言ってくれる、うん、あと別件であの資材の宣伝ですけど、あの足場資材買取と、実習生、はい、ぜひ塗装の職人さんも実習生本当にいいんで、鈴木さん使ったことないけど、実習生今本当にねすごいいいんで、ぜひそちらもあの無料相談、はい、あのオンライン相談だね、1対1でオンラインセミナーを今相談形式であの募集でやってますんで、ちょこちょこ来てるみたいなんで、はい、ぜひあの、まあ、30分ぐらいしか相談できないんであれですけど、ぜひ相談の方もよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。恥ずかしいでしょ。恥ずかしい。チャンネル登録。